はようございます。今日も見てくださりありがとうございます。1週間始まりました。今週もゆるーく頑張ろう。今日はね、牛ごまコロコロステーキです。まずこれさ、ピーマンを付け合わせのね、ピーマンを適当にザクザクっと切って、長ネギは斜めにザクザクっと切ります。ウインナーに切り込みです。でね、お肉に下味をつけるよ。なんか今日は朝からね、お外がにぎやかです。ちっちゃな子供の声がするキャ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 って可愛いよね、子供の声ってね。これをね、しっかり揉み込むよ。もうこのさ、片栗粉の白が見えんくなるぐらいしっかり揉み込んだら、お肉がね、よかー風につくからね。そしたらさ、平たい丸に形を整えます。平たくした方が火の入りもよかから。でこんな感じで丸くして、今度はね、卵焼きの準備です。今日はね、青のりと桜エビの卵焼き。これもね、またね、青のりの風味と桜エビの香ばしさがね、美味しいのよ。美味しいのよって美味しいよ。そしてね、鹿児島は今週は今日だけが晴れ、明日からはずーっと雨だって。いつだったかな、昨日かな、天気予報でね、言ってた。だからもうそろそろ梅雨入りかな。どっかも奄美かどっかは梅雨入りをしたしね、もう多分鹿児島もね、そろそろ梅雨入りだね。嫌になっちゃう。雨が降れば体が痛いしさ、なんかじめっとして嫌になります。でも今日しかね、天気のいい日がないみたいだから、また今日はいっぱい洗濯を回す方です。洗濯おばさん。まあさ、うちはさ、雨が降っても基本部屋干しだからね、いいんだけど、雨ってなんか苦手なのよね。なんかズーンってなるしさ。私、あ、まだこれ2回目かな、3回目巻き終わり、どっち、自分でしててわからん。あ、2回目これで巻き終わりだね、最後の卵液。で、今日はさ、日中は夏日になるんだって。またこの暑かったり肌寒かったりするのも大変よね。嫌になっちゃう。これで卵焼きの出来上がりです。そしたらね、ウインナーとピーマンを焼いちゃうよ。もうピーマンはさ、お肉の付け合わせ。でね、塩コショウを少し振って、もうこれでおしまい。ごま油を熱します。で、長ネギドカンと入れて炒めるよ。このさ、見えた、気づいた、菜箸ね、焦げてるでしょう。
何をしてほがらかしたのか知らんけどね、気づいたらね、菜箸が焦げてました。びっくり。で、今分量出たね。で、これをね、炒め合わせて、長ネギのおかか炒めの出来上がり。油を熱します。そしたらね、コロコロステーキを焼くよ。これはね、片面2分ずつ焼いた。そしたらさ、裏返して、しかしあの菜箸はなんであそこが焦げたんだろう。不思議。いつかカラーになっちゃったんだろうね。そしたらね、蓋をして、あと2分蒸し焼きにするよ。もうね、味付けは簡単に焼肉のタレ。みんな大好きだもんね、焼肉のタレは。ご飯が進む、タレだけでご飯が食べれちゃう。で、タレをばしっかり絡めるよ。でね、予感倍にタレが絡んで、これで牛こまコロコロステーキの出来上がりです。詰めます。大葉で仕切ってと思ったらね、違う、あの買い物に行ってないから大葉を切らせてて、バランで仕切りました今日は。そしてカップを敷いて、ここにね、コロコロステーキから詰めます。今日は八百屋に行かないとね、うちね、じゃがいもも玉ねぎも野菜が何もかもなくなっちゃった。もう本当にね、出たくないからね、ずっと家にいたんだ。で、卵焼きは底上げをして詰めます。転がっていくの、もう嫌になっちゃう。でね、カップにおかか炒めを入れて詰めるよ。そう、今日はあれだ、八百屋も行かないといけないし、息子の制服を買いに行かないとね、成長が早くてすぐちっちゃくなっちゃう。で、このピーマンは立てかける感じで詰めます。息子は毎年制服を買い直してる気がする。大きめを買うんだけどさ、すぐ大きくなっちゃう、横に横にってちょっとね、ぽっちゃりしてるの。あの、私みたいにね、ブーじゃないけど、ちょっとね、ぽちゃっとしてます。そしてミニトマトを今ちょこんと乗っけて、ごま塩をふりかけ、シャッシャッシャーと振って、で、梅干しをちょんと添えて、これで今日のお弁当の出来上がりです。今日はね、こんな感じのお弁当でした。材料と分量出ます。また概要欄にも書いとくね。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。で、インスタもやってるので、概要欄にリンク貼っておきます。よかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは、良い一日を。